クリチムクリチムは、ブルガリア中南部にある自治体、及びそれを中心とした基礎自治体である、プロブリフ州に属し、ペルシティサに近い、ロドピ山脈の北斜面のふもと、上、トラキア平地にあり、プロブリフからは南西に二十キロメートルに位置している。マリツァ川の支流、ブチャ川が街の中を流れる。初期ビザンティン時代より人の居住が確認されており、ブチャ川が、 渓谷に入る、箇所の両岸に要塞が築かれた。中世の間、この地は、ビサンティン帝国と、ブルガリア帝国の間の係争地となり、支配者は、たびたび入れ替わった。1230年に、ブルガリア皇帝、イバンアセン二世の征服後の石碑が残されており、ザールアセン、クリチムを征服しこの石に座ると記されている。ブチャ川ブルガリア民族復興期には、 この地域で数少ない修道院学校が置かれていた。生ジョ修道院と聖ブラチ修道院の二つの修道院があり、オスマン帝国時代のブルガリアの言語、文化維持に貢献していた。町には、聖教徒のブルガリア人やムスリムのトルコ人のほか、ポマクやムスリムのローマなども住んでいる。聖教の聖コスマダミアン聖堂とイスラム教のモスクがあり、 に宗教が平和的に共存している南極大陸、サウス、シェトランド諸島のリビングストン島にあるクリチムボンはクリチムにちなんで命名された。ありがとうございます。